SMBC 臆病で心配性なこの人と、お買い物が大好きなこの人は、同じカードでも色が違っていた。ゴールド、ゴールド登場。三井住友カード。 SMBC 常に合理的なこの人と、お買い物が大好きなこの人は、同じカードでも色が違っていた。ゴールド、ゴールド登場。三井住友カード。右向きにします。あ、ありがとう。で、カードの1個ちゃん、ありがとう。もう、スリーマス。最高。最高。おはようございます。心配でたまらないです。心配で、心配で。すごい。怖いのとちゃうやん。まあ、以外に3人いて4人なんですけど、三輪と井出と住吉と友部なんですよ。なぜか分かりません。え、なんでですか。ゴールドの金子さん、三井住友、あ、三輪、あ、すごい。そうなんです。どうも、三輪です。パーフェクト。カードで。ゴールド。ゴールド。2850円です。カードで。はい、カット。スタート。カードで。はい、カット。ゴールドで去るとき、僕はゴールドに行ってもらうと、まさかの診察券。すごい。ここ、うわー、難しい。成果を見せてください。さっきも青木さんのめっちゃ見てたんだけど。もちろん、はい、カット。おお。最後のシステムは。
きいのも。うん、これも買っちゃう。これこれ。これもいい。うん、両方買っちゃう。そうですね、あのゴールドカードは本当にこう誰もが憧れるというか、私自身もゴールドを持ってるとかっこいいなって思うので、その CM に出させていただいてすごい嬉しかったです。結構ストーリー仕立てになってるので、こう本当に普段の演技お芝居をしてるような感覚でこの CM 撮影をしてたんですけど、あのそれよりもあのタッチするところにめちゃくちゃ苦戦してこう意外にこのタッチするシーンが難しいんだなっていうことに初めて気づきましたこう素振りの練習を何回もしましたメイキングでもしっかり押さえて恥ずかしいもう一番緊張したかもしれないんです、あの瞬間がはい、大好きです、ね、やっぱり女の子はみんなお買い物好きですし、ね、こうなんだろう、自分が頑張ってる、普段頑張ってるご褒美に何か買いたいとか、そうい う, こうちょっとした目標っていうか、なんかこれがあるから頑張れるみたいなところありますよね。どちらかというと衝動買い派です。はい、なんかこう迷ったら買わないっていう風に決めてるので、絶対欲しいと思ったらもう買うっていうようにしてますね。だからあんまり後悔はしたことないですね。100万円自由に使うとしたら、美味しいものをたくさん食べたいです。なるほど、はい。美味しいものを食べたい。はい、物じゃないんですね。買いたいっていうんじゃなくて。そうですね。物はもう欲しいものがありすぎて選びきれないので、あの美味しい食べ物を食べたいです。今一番食べたいものは、なんだろう。肉厚のステーキすごい、結構ギャップありますねちょっとワイルドなの選んじゃった中条さんの口から肉厚っていうワードが出てくると思わなかった私は結構日用品とかをコンビニで買ったりするので、急になんかこうなんかゴミ箱のあのゴミ袋がなくなっちゃったとか、歯ブラシがなくなっちゃったとか、そういう本当に日用消耗品を買ったりするので、ポイントがそんなにたくさんつくのは嬉しいですね。ポイントは結構貯めて、こうどう使うかっていうのを慎重に考えるタイプで、で貯めるためにやっているっていうか、絶対ポイントではないんですけど、あの500円玉貯金をしています、はい、なるほど、で買い物は衝動的なんですけど、うんうん、ポイントは慎重っていうか計画的なんですねそうですね、あのせっかく貯まったポイントなので慎重に使いたい派ですね。
結構こう寝る前に布団とかでちょっとポチってやってしまいますね。ついつい買いだめしてしまうものって何かあります？買いだめしてしまうものは、でもやっぱ日用品ですかね。自分のなんかお気に入りの柔軟剤とか、なんかサプリメントとか健康グッズとか、そういうものですね。そうですね、結構家族にはケチって言われてました。それなんかケチエピソードあるんですか？ケチエピソードはこう千円札が崩すのが嫌で、そう130円とかこう小さい お会計の時になんか1000円持ってたら、それを崩したくなさすぎてお母さんに130円貸してって言ったりとか今は崩したくないみたいな理由でなんかお金を借りたりしてました。お母さんに返します。その時のお金を。お小遣いは、私は中学生の時とかは1週間お家の掃除をお手伝いするといくらみたいな、お手伝い制だったので、こうサボったりするともらえなかったりするので、毎日コツコツ掃除をしていました。1週間で500円でした。皆様こんにちは、中条あゆみです。この度三井住友カードの CM に出演させていただきました。CM ではお買い物が大好きなゴールド女子を演じています。それでは CM をご覧ください。どうぞ。